皆様こんばんは。こんばんは。始まりました坪井宏のハッピーラジオ。私はですね、カナダ、スウェーデン、ドイツという風に音楽の修行をしてきて、今は日本で活動しておりますドラムの坪井宏と申します。もう一人のパートナーはキーボードの森田珠美と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。前回西川さん、衣装家の西川さんに来ていただきましたが、今週も引き続きゲストの方をお呼びしております。たまちゃんどう？はい、今日も素敵なゲストです。そう、たまちゃん個人的になんかもう本当に好きっていうのをすごく出してくるよねあなた。でも楽しいですよね、はい、やっぱりいろんな人と出会えて、そして皆様に、いろんな人を紹介できるのはとってもいいなっていうふうに思ってます。何しろですね、このラジオの坪井宏のハッピーラジオはですね、いろんな方々が集まって面白い場所を作っていこうぜというふうな趣旨のもとにやっております。そしてその番組を支えてくださっているのは、横須賀にある株式会社みやび組様の提供でお送りしておりますので、ぜひぜひこれからもいろんな方を呼んで、とっても楽しい話、こんなことできるんじゃないというふうな話をしていきたいんですけれど、では、はい、そう、もう早速ね、たまちゃん早く呼んじゃった方がいいよね。はい、早く呼んじゃいましょう。じゃあ、押したら、お呼び、ゲストの方をお呼びしたいと思います。シンガーソングライターの北村直子さんです。皆さん、こんにちは。北村直子です。いらっしゃいませ、北村さん。ありがとうございます。なんかすごい笑顔。素晴らしいですね。ですね、北村直子さんは今紹介しましたように、シンガーソングライターとして、活動しておりまして、ただ、いろんな経験を多分されてると思うんで、はい、今日はその、やっぱその、何ですか、シンガーとしても、ソングライターとしても、もう僕はいろいろね、お話をね、ちょっといっぱい聞いていきたいと思うんですけど、はい、北村さん自分からこう、私はこういう人ですみたいな紹介をもらってもいいですか？はい。どんな人？どんな人？歌っております。歌ってます。踊っては？苦手です。で、踊りは苦手です。家で踊ってます。家で踊ってるんですね。はい、北村さんは秋田県出身でよろしいんですか？はい、そうです。今は雪がとても大変な雪です。いや、そうですよ。その、はい、今はどうしてるんですか？曲作りが一番主な感じになってるんですかね？そうですね。今その、はい、後で紹介いただくんですけど、はい、アルバムを作ってそれを宣伝していくのが今一番です。そうですね、はい、そうなんです。アルバムがもうすぐ発売になる2月1日でよろしいんですかね。はい、そうです。2月1日に発売になるということで、今日は北村さんのオリジナルソングももちろんですし、はい、あとですね、今日はですね、たまちゃんと北村さんと2人で、たまちゃん、はい、生演奏するんですよね。はい、そうです。普段は一緒にやったりとかしてるんでしょ？そうですね。うん。そこら辺もたまちゃん教えてよ。去年から、そうです、じわりね。じわり。じわりと配信を一緒にやらせてもらったり、はい、一緒に演奏したりとか。はい、はい、そうなんです。ですので、今日はその生演奏も、交えながら、あとはもう北村さんの音楽が今までどういうふうにやって、こう出会いがあって、音楽をされてきたのかとかいうお話、そしてもちろんそのアルバム初、になるんですよね、アルバム。そうですね、自身のは初めてです。はい、そういうふうなのを通しまして、今日は北村さんの魅力をバン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 皆さんに知ってもらって、このハッピーラジオの楽しんだぞっていうふうな雰囲気を出していきたいと思いますよ、たまちゃん。はい、出しちゃいましょう。じゃあもう早速だから、はい、やっぱり北村さんがどういう人なのかっていうなら、まず歌声を聞いてもらったら、僕はね、やっぱりミュージシャンはいいんじゃないのかなっていうふうに思いますので、はい、まず北村さんのそのオリジナルソング、はい、そしてこれは実は私もドラムとして参加しておりまして、そうなんです。ですので、ちょっとそれを聞いてもらってね、北村さんにまず皆さんの自己紹介っていうふうなことになるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、たまちゃん OK？ はい、わかりました。じゃあまずは北村さんのオリジナルソングを聞いてもらいましょうか。じゃあ北村さん、はい、紹介をしてもらってよろしいですか？ビールと君という曲です。初めて作ったオリジナル曲です。はい、ではお聴きください。はい、お聴きいただいているのは北村直子オリジナルソングでビールと君。そうです。はい、僕逆に言っちゃう時があるからね、危ない危ないもうね、危ない危ないって思いながらなんだけど
いやー、皆様どうですか、歌声を聞いてもらったらもう北村さんがどういう人なのかっていうのとってもわかるんじゃないんですかね。たまちゃんどう？最高。いやー、素敵ですよね。僕大好きなんですよ。ちょっと皆様にもその北村さんとの出会いの話とかもちょっとしたいなって思うんですけれど、はい、もともとはですね、僕はそのカナダ、スウェーデン、ドイツっていう風に修行してきて、日本に帰ってきた時にやっぱりボーカルの人といろいろしたいなっていう風に思ってたんです。してそれでもちろんその、マイタマというバンドを結成するきっかけになったマイコさんとの出会いっていうのもあるんですけど、その後もですね、いろんなボーカルの方っていうのを聞きに行ったりとかしてたんですけど、もう北村さんの、動画を見たんですね。動画を見たんですよ、はい、確かその時にスタンドバイミーとかを歌ってらっしゃったのかな、はい、一番古いやつかも、アベテルの中ではかもしれませんね。ああ、してそれを聞いても僕衝撃受けて、そうですか、そうですよ。そしたら一応ギリギリ知ってるミュージシャンがいたんで、もう紹介してっていう風に言って、とにかく会う約束をつけてもらったと。してこの人 CD 出してないんだったらぜひアルバムを出してほしいっていう風に思って、僕がそのレーベルの人として北村さんに CD を作るのとかどうですかっていう風なお話をしに行ったのが最初なんですよね。そうですね、衝撃的な登場でした、ね、どんな登場ですか？背後から。はい、つぼいが背後から、背後から、はい、登場しました。登場しましたね。確かにもうとにかく怪しい人って見られないように僕は一生懸命笑顔を頑張った。勢い良かったです。はい、もう多分ね、喜び、楽しみがね、その時に溢れてたんで、もう北村さんぜひ作ってよっていうふうに思ってたんで。すぐ分かりました。分かりました、分かりました。後ろ向いてたと思うんですけどね。北村さん椅子に椅子に座ってて、そして僕はだからもう気づいたから背後からもうのそのそ忍び寄ったんだと思います。はい、だからそれで、だから北村さんとはもともと知り合いだったとかじゃなくて、そうやって歌が素晴らしいからっていう風なので、僕がぜひ一緒にやりたいなっていう風にお声掛けして、今回そのアルバムを作るっていう風なところまでようやく来たって感じだよね、たまちゃん。そうですね。たまちゃんも知ってたんでしょ？私もちょろっとね、何かで見かけたことがあって、はい、めちゃ素敵な人がいるっていうのを知っていました。そうですよ。もう歌声聞いたらもう一発で皆様わかると思うので、あとで今日はね、本当何回も言うけど、生で演奏も歌も歌ってくれるので、ぜひそれも聞いていただきたいと思います。じゃあですね、続いてのコーナーから、北村さんがどうやって音楽と出会いをしてきたのかとかいう風なお話をしていきたいと思いますので、続いてのコーナー行きましょうか。はい、お願いします。 The Story。 ありがとうございます。そうです、ちょっと斜め45度を見て言いたくなるんですよ、このタイトルコールはですね。ですね、まず最初にこの The Story というコーナーをしていきたいと思います。このコーナーではですね、物語という言葉をキーワードに、お話をしていくコーナーです。ですので、日常にあったちょっとした物語だったり、もちろん映画だったり絵本だったり児童文学だったり小説だったり、もちろん漫画でも OK、 そのような物語いい面白いよっていうのは紹介するっていうのでもいいと思いますし、今回はゲストの方に来ていただいてもらってますので、そのゲストの方のそのこういうふうに音楽をやってきたよとか具体的なねお話をね、はい、ちょっと聞いていきたいなっていうふうに思ってるんでございます。だから今日は北村ザストーリーよ。たまちゃん。北村ザストーリー。ちょっと発音よく頑張って見てよ、そこはな。巻くの巻くんだね。はい。ですので今日北村さんとはじゃあどんな話しようかなって思ったんですけど、やっぱ音楽、僕はジャズの世界をずっとやってきたっていうのは多分視聴者、聞いてくださってる方々っていうのはご存知だと思うんですけど、北村さんもともとは、はい、一番最初は、はい、某音楽教室ですね。音楽教室、それは秋田県の、はい、もう全国によくある。あ、なるほどね。はいはい、ね、はい、でそれは何ですか、歌を歌いたいっていうふうに思って、
なんで入ったんですか？姉がやってたから、よくある。なるほど。ピアノでそれは聞いたことあるけど、なかなかボーカルレッスンでは聞いたことなかったね。ボーカルはずっと後の話なので。え、今のは 何のクラスに入ったの？キーボードっていうか、あ、鍵盤です、ね。最初は鍵盤だったんですね、はい。あ、なるほど。お姉さんが鍵盤のクラスに入ってて。うん、で、ついてたりしてたんじゃないですかね。うん、なるほど。それが何歳の時？5歳ぐらい。5歳。はい。で、その後は？その後、はい、その後まあしばらくやってて。ずっとそのキーボードを続けてて。ピアノキーボード？キーボードから入って、途中からピアノになるのかな。なるほど。はい。素敵に。はい。で、はい。で、その後、部活でマーチングバンド部に4年生で入りました。小学校4年生で。はい。おー、マーチングバンド。そうですね。あ、そういえばこの前なんかドラムを叩いてた映像を見た。それはその時の名残？あ、遠い記憶っていうか。なるほど。え、じゃあそしたらマーチング部でも、はい、太鼓を叩いてたんですか？スネアドラムですね。ああ、なるほど。小太鼓ですね、はい、いわゆる小太鼓。はい、うん、それで音楽の楽器には慣れ親しんできてたっていうようなことですよね。そうですね。でもその頃はその音楽が特殊なものを聴いてたり、特別に CD をいろいろ聴いてたりとか、そういうのもあったんですか？ CD 多分4年生ぐらいの時にちょうど CD が出始めた年、はい、なるほど。でもらったりとかして、はい、いろいろ聞いた。コンピレーションみたいなのしかなくて最初は。はいはい、もちろん。でそれを聞いてたりとか、はい、それはでも今でも聞くとすごくいい音楽です。例えばどういう風なやつを聞いてたんですか？タック&パティとか入ってます。ああ、なるほど。それは、ね、北村さんの趣味、お父さんお母さんの趣味とか。近所のお兄さんからいただきました。おお、そうなんですね。いや、いいじゃないですか。まあそうやって音楽に親しんできてて、はい、その本格的にその音楽ちょっとその進もう、もしくはボーカルをしたいなとかいうふうに思ったのは、だってそのままドラムをしたいとかピアノをやっていきたいってなってもよかったじゃないですか。そうなんですよね。でもボーカルを選んだんですよね。そうですね。なんかそこら辺の変化っていうのは何かあるんですか？最初はまあパーカッションとか、はいはい、ピアノができたらいいなと思ったんですけど、なんか才能がないっていうことがもう初期から分かっていて。なるほど。どうしたもんかと思ってたら、ちょっとドリカムを聴いちゃって、はい、アップル歌いたいなと思ったのが最初です。へえ、それが何歳の時？中学生。それは中学生です。あら、ドリカムさんに。あ、みんな思います。いや、多いと思います。確かに。もしくは逆にドリカムさん聞いて諦めていく人も多いのかもしれない。わかんないけど、最終的にそうなります。いや、素晴らしいですよね。あ、じゃあそれでそのボーカルは、例えばその中学高校の時にバンドとかそういう風なのはしてたんですか？中学校の時に一緒にやりましたね、バンド。バンド。へえ。高校では一回だけ、一瞬だけやりましたね。じゃあボーカルやりたいっていうふうに思ってたけど、そのバンド活動をしっかりやりたいとかいうことよりは、うん、むしろ歌手とか、そういうふうなのを目指してたって感じですか？うん、歌うことしか考えてなかったので、今もそうですけど、バンドっていう概念がほとんどないです、ね。なるほどね。なるほど。そしてその後、高校卒業して東京に出てくるんでしたっけ？その歌いたいと思って一回並ばなきゃと思ったので、はい、県内にある小さい音楽短大、音楽短大じゃない、短大の中の音楽科っていうのが一つだけあって、はい、そこに2年間入りました。それクラシックの声楽です。ですよね、はい、あそこに2年間入って、うん、そのまあボーカルっていうよりは歌手、なんていうのかな、歌い手として修行を積んでたんですね。そうです、ね、はい。してその時にもう好きな音楽とかはもう芽生えができてたんですか？うん、でもそのやりたいジャンルっていうのが自分の中であんま固まってないっていうか見つからなくて、はいはい、ジャズでもないし、はい、ポップスでもないなっていうのを。あ、なるほど。しばらく悩むんです。はいはい。それがその大学時代ですよね、短大時代。そうですね、短大の時は他の大学のジャズ系にちょっと遊びに行ってました。秋田のですか？はい。あ、なるほど。僕も秋田大のジャズ系は行ったことあるんですよ。本当に、はい、それ医学部ですか？医学部。あ、私医学部の。あ、行ってました？受験に行ってたんです。あ、そうなんですね。僕が大学、3年生ぐらいかな、秋田に友達がいて、医学部でセッションしに行ったりとか。部室行きました？部室は行ったかな、行ってない、行ってない、行ってないですね。でもセッションしてましたよ。どこでセッション？
あのお店でやってました。秋田のジャズ。アットホーク。あ、そうですそうです。あの有名な方々のサインがいっぱい書いてあるところですよね。はい。あそこオーナーがあのドラマで。あ、そうです。はい。なんでこんなローカルな話っていう感じですけど、そうなんです。秋田にもやっぱ名店がありまして、ね、ジャズの。まあそうですね。ジャズ盛んですよね。そうですね。でもその頃にはおしたら別に音楽どれっていうふうなのはないんですね。ないですね。なるほど。してでも北村さん、その後にこう出会いが大きくあるんでしょ。そうですね、途中で。でその卒業して、東京に来られたのはいつ。21ぐらいですか。だから短大を終わってからってことですね、はい、その時じゃあ結構やっぱ音楽したいで出てきたんですよね。したいというのと、まあ、見たり聞いたりするには出た方がいいなって思って、うんうん、はい、おーす。それでその自分の音楽性はそのどういう風になってったんですか。しばらくまあカバーを、はいはい、まあ、今もそうですけどカバーをしばらく、はい、やってました、はい、なるほど。そしてあのポルトガルとかその結構あの南米系の音楽が結構北村さんの僕は土台なのかなっていう風に思ってるんですけれど、はい、そこら辺はの活動はその東京に来てからですか。そうですね、だいぶあとです。ここ10年ぐらいの話です。あ、そうなんですね、うん、じゃあ20代はもうとにかく歌うっていうふうな感じでいろんなのをやっててっていう。そうですね、まあ、洋楽カバーとかやってましたけど、はい、そしてその、30ぐらいになってその南米音楽でいいんですか。ブラジル音楽、はいはい、ブラジル音楽に出会って、はい、結構そこに傾倒していくと、はい、はい、っていうことはもう北村さん自分の中でこれをこの音楽が軸なんだっていうのはあんまりない。そうですね、まあ、ジャンルレスですね。なるほどね、はい、じゃあだからこんな風にねえ、たまちゃん、あのオリジナルなこう雰囲気っていう風なのが出てるのかなっていう風に思うんですけど、うん、そうですかね。あの影響を受けてきた人とかなんかいるんですか。影響を受けてきた人、はい、まあ、影響を受けたっていうか、うん、J-POP じゃないだろうなっていうのは頭にあるんですよ。なるほど。J-POP じゃなくて？ J-POP じゃなくて、ちょっとこう、うん、アコースティックっていうか。ああ、そうですね。アコースティックの、だから今回のアルバムに関しても結構そのアコースティックのサウンドっていうのを大事にしてるじゃないですか。はい、そしてなんか20代、30代の時もやっぱりそのバンドっていう風な感じじゃなくて、うん、結構そのユニットとかでやられてきたって感じですよね。だからその僕が最初に北村さんとのやつを見た時も、アコースティックギターの、うん、弾いてるタクさんだね。そうです、うん、タクさんの演奏に北村さんが歌っててっていうような感じですね。だってオリジナルソングは作ってなかったんですよね、ずっと。作っては挫折を繰り返しておりました。あ、なるほど。中学校ぐらいからやってたんですけど。お、へえ。殴り捨ててました。その頃のモチーフとか残ってないんですか。あります、あります。え、ちょっと今度持ってきてくださいよそれ、うん、タマちゃん全然部分的な部品みたいなもん、あっちです。そこからタマちゃんが組み立てていきますからね。タマちゃん、あれ、はい、頑張ります。いや、あの僕そのタマちゃんとその、はい、曲作りした時には、うん、タマちゃんのその部品をもらって、うん、それを僕が膨らましてってタマちゃんと相談しながら、うん、それでこう曲を作ったりとかしてるんで、うん、そうだ、北村さん曲だから結局作るようになっ、その、はい、初めてさっき流したのがビールと君。そうですね、完成させたもの。はい、その曲作りちょっとなんかこうどういう初めてできた時の思いとかどうやって作ったとか、はい、ちょっとそこら辺のお話ちょっとしてもらってもいいですか。はい、はい、そのピアノをやっていて、うん、下手だったんですよね。下手っていうか絶対間違う人。なるほど、はい。でその家で練習してて間違った時になんかセブン、メジャーセブンみたいななっちゃうわけ。あ、間違ってないやつ。間違って、わかります、わかります。間違えて押さえたらその響きがすげえいいみたいな。なるほど。それをそれはあったので、はい、曲作んなきゃと思った時から、はい、それをちゃんと音符でメモるようにした。なるほど。本当に一小節みたいな、はい、でそれをはい、それをとりあえず弾いて、じゃあ次どこ行きたいかなって言って一音動かしたりとか、はい、でそうするとコードを2つできるでしょ、はい、でとりあえずそこからメロディーを作ったりとか。あ、
なるほど。じゃあ音の響きの背景を先に作って、それに乗せてメロディーを作っていくっていう風な流れで合ってる、たまちゃん。うん、でしょうね。だから2つしかコードないでしょ。確かに。なるほど、そうなんですね。じゃあ間違いから生まれたっていう風なことでもあるんですか。そうなの。いやーすごいっすよ。それを踏まえてまたさっきの曲を聴いてもらうと、一体どうやってあれができたのかっていうのはとっても不思議かもしれないね。うんうんうん、できた、どうしてできたんだろうって思ってます。いやでもそんなもんすよ、作ったら。それがいい、一番いい感覚かなと。その歌詞も、はい、北村さんが書いてるじゃないですか、はい、そのどの時点で歌詞が浮かび上がってくるんですか、はい、全部できてから曲がメロディーとか、あー漠然と書いてる部品っていうのはいろいろあって、うん、でその2つコード弾きながらぼーっとしてて、はいはい、適当に喋ったのが最初の歌詞になったりする、はい。ちょっと待って、適当に喋ったって誰と喋る、自分の中の自分と喋ったのかな、北村さん、一体どういうこと。自分の中の自分です。素晴らしい。皆さん23時ホラーの時間が来ましたよ。素晴らしい。でもまあすごくわかります、その自分の中でこうなんていうか遂行するっていうふうなことでしょうね、多分。あ、なるほどね。そしてやっぱそのストーリーができていくと、少しずつそのなんていうのかな、メロディーもとか音楽の方向性とかもまた決まってくる感じっていう風なイメージで合ってます。そうですね、まあ、次どこ行きたいかですよね。あー、コードピアノとか弾いてると、はいはい、それはやっぱりコードの方が先になるんですか。そうですね、なんか私の授業で作曲法とかあったんですけど、全く意味が分かんないんですよね。いや分かります、僕はそれが分かんないし、教則本とか載ってるじゃないですか、はい、なんか書いてることは分かるけど、それをこう、はい、応用していくときに、はい、全然違うものにしか出ないんですよね、うん、はいはい。あ、ちょっとね、多分ね、聴いてる方々はその曲作りって音楽理論をしっかりやらないといけないんじゃないのかとか、うん、多分思ってる方いると思うんですよ。だから今日の北村さんのその音楽作りの話とかはすごくね、あ、こういうふうな方法もあるんだっていうふうなのも参考になると思いますし、自分の中の自分と会話するんだ。そう、決めるのは自分。そう、なんかいっぱい自分が出てきて僕は怖いってなっておりますけれど、まあだからすごくそういうのは参考になると思います。ですのでなんかちょっとこの話を踏まえてね、北村さんのオリジナルをまた聞いてもらったりとかしたら、はい、またちょっと聞こえ方が違ってくると思いますし、あと北村さんね、歌詞をね、はい、曲が先にできてて、僕らマイタマでも北村直子さんに歌詞をお願いしたことあるんですよ、うんうん、はい、たまちゃんが先にメロディー作って、うん、してその音をもとに歌詞を作ってもらってて、はい、その時はもうその世界に入ってまた自分の中の自分とお話ししてみるっていうことで合ってますか。そうですね。なるほどですね。ちょっとそういう風なバージョンのやつも聞いてもらおうと思ってるので、はい、タムちゃんそろそろね、はい、次のコーナーに行って、まるまる北村さんの曲を一曲ね、CD の中の曲を一曲流したいと思うので、続いてのコーナー行きましょうか。はい。じゃあ、続きましてのコーナーに行きます。Don't think, たまちゃん、たまちゃんがエコーしなくても今エコーしてくださってるのに、たまちゃん英語で言うとすごいジャーマンでしたね。はい、ちょっとそれは置いときまして、Don't Think Feel のコーナーはですね、もう音楽を考えるんじゃなくて感じようぜっていう風な思いをもとにしているコーナーでございます。今日はここでやっぱり北村さんのオリジナルソング、今度2月1日発売予定のオリジナルソングの、を1曲丸々かけたいと思うんですけれど、はい、北村さん、どの曲をかけますか。これは私のオリジナルじゃないんですけど。そうですよね。突然という曲で、はい、これは一緒に録音したピアニストの、はい、高橋雄生くんが作った曲に私が歌詞を載せてしまいました。はい、そうですよね。はい、でも歌詞をその付け足したところもあるでしょ。付け足したっていうか、はい、その最初に音源をもらった時の、はい、
ゆせくんのソロのところは私は曲だと思って。そうですね、皆様ソロっていうのは要するに間奏でピアノがこう弾いてるところのメロディーが、これもメロディーだと思ったんですよね、主メロディーだと。うん、ここも行った方がいいかなと思って。そうなんですよ。その偶然がまたすごく素敵な雰囲気を呼んでる、流れを作ってるんで、どこなんだろうとか考えちゃダメですよ、みんな。Don't think です。もう、フィールでお願いします。ぜひこの曲をね、聴いてもらいたい。この、だから、この曲に関しては、曲提供、まず曲があって、メロディーとかがあって、北村さんがそれに歌詞を載せたっていう風な形ですよね。はい、それをまるまるちょっと一曲聴いていただこうと思いますので、たまちゃん準備は大丈夫でございますか？もう、さっきとっても一体何何っていうような顔をしてたような気がするけど大丈夫？大丈夫。オッケー、たまちゃん。じゃあ、したら、北村さん曲紹介お願いしてよろしいですか？はい。はい、お願いします。突然です。はい、お送りしましたのは、作詞北村直子、作曲高橋雄生で没念という曲でした。皆様ぜひですね、この曲の感想だったり北村さんへのメッセージだったり、もちろん番組へのこの、感想ですねだったり、あとはもうザ・ストーリーでこんなこと日常あったよとかいうなこと何でもいいので、ぜひメールで送っていただきたいと思っております。メールアドレスはですね t.happyradio@gmail.comt.happyradio@gmail.com こちらの方にをぜひぜひお送りくださいませ。じゃあ続いてのコーナーに参りましょうか。はい、お願いします。はい、 The sky is the limit。 イエーイ。ちょっと今余韻にもうたまちゃん今もう本当によえそっちで答えないってはい、The Sky is the Limit のコーナー始まりました。このコーナーはですね、もちろん引き続きゲストの北村直子さんのとお話をしていくんですけれど、今度はですねコラボですね、コラボという言葉をキーワードにちょっとお話をしていきたいと思います。なんて言ったってこのアルバム2月1日発売、アルバムタイトルは決まってるんですか？はい。教えてください。ドローイングです。ドローイング。はい。描くってことですね。描くっていうような意味のドローイングですね。はい。このアルバムはですね、コラボ作品って言っても過言じゃないのかなって僕は思ってるんですよ。はい。そうですね。ですよね。はい、だから皆様その北村直子さんがそのいろんな音楽を経てきて、じゃあ実際に僕と出会って、というより僕が強引に出会ってそのアルバム作りましょうよっていう風になったんですけど、はい、それでどういう風なこのその中でコラボしていこうかなっていう風なことで、うん、もちろん北村さんが今までやってきた、うん、ミュージシャンの方々っていうのも いらっしゃいますし、あとはそのせっかくだからどうするっていう風なことになったんですよね。そうですね、誰とどういう風にやって作っていこうかっていう風に、うん、北村さん最初はそのどういう風に作りたいなとかいうのはあったんですか？そのなんて言ったって初のアルバムでございますから、あのねたまちゃん、うん、こう思いが溢れすぎる人もいれば逆になんかなるようになっていく、いったなっていう風なことでもあると思いますけど、どんな感じでした？なるようになってったなって感じですまあそうですよね、最初はとにかく曲を作るっていう風なことで。そうですね、その時点でなあんまなかったですもんね。そうですそうです、あの1曲もなかったね、僕と出会った時には。うーん、うん、1曲もなかったら合ってますよね。そうですね、ギリギリビールと君があるかなぐらい、うん、多分今作ってるのがまとまりそうぐらいの話の時に出会ったんですよね、うんうん、そして僕はですねやっぱ北村さんのことを紹介して、そしてそのコラボっていうふうなキーワードになるとやっぱりね、今皆様に聞いていただいた高橋雄生、僕ピアノの高橋雄生をやっぱちゃんと紹介したいなって思うのは、なんでかというともう北村さんと僕ね、今回そのいろいろ一緒にやることになって、僕が一番やって自分で自分のことを褒めれるのは、うん、高橋雄生を北村さんに出会わしたことなのよ。おお、なるほど思わない？たまちゃんどう？うんうん、
かなちゃん演技しかしない全然君ピアニストとして何かさ音楽家としての意見をちょっともらいたいんだけどうんうんって あなたもしかして観客ファンですでもいや高橋優生さんは本当素晴らしいピアニストなんですね、まあ、お若いですけれどいろんなことを知ってるミュージシャンですよね、うん、引き出しが、うん、で早いんですよ早い久保井さんが、うん、なんかないって言ったらすぐ引き出し開けてくれるいやそう本当にゆうせいちゃん大好きもう本当にねそうゆうせいちゃんちょっとゆうせいちゃんの話になりますけどそのゆうせいちゃんはもう20代のもう若手の新進気鋭の、まあ、ジャズピアニストなのかなまたそこら辺は本人にお聞きしたいと思うけど僕はジャズピアニストだというふうに思っててそれ以外にもいろいろ音楽家として素晴らしいけどして彼はそのおっしゃる通りですよねいろんな引き出しがあるんですよその新しいだけじゃなくて古い海外の人たちももちろんだし日本の、方々例えば矢野顕子さんとか僕より詳しいですよ20半ばの子が僕より矢野顕子さん詳しくて、うん、あこれあれですよねっていうふうにこう言ってくれるあの佇まい、うん、もう最高なんですけど話が早いんですよだからそうですよねやりたいんですけどって言って知ってますそうだからまず会話がすごくその音楽的な会話っていうのはすぐ理解してくれるし、うん、プラスそのなんか自分のなんか自分の音楽性がありますよねゆうせいちゃんそうですね、なんていうのかなあの雰囲気って、まあ、皆様このピアノ聴いてもらって、まあ、これはゆうせいちゃんの一端でしかないんですけど、まあ、今聴いてもらったような要素とかがあって僕そこがね北村さんにむちゃくちゃ合うと思ってたのよ、うんうん、もちろんたまちゃんとやるっていう風なのももちろん面白いと思ったし今まで北村さんが一緒にやってたたくさんとかももちろん僕大好きだしギタリスト大好きだけどあえてだから面識のないゆうせいちゃんを僕紹介したんですよ。どうでした？その最初の出会いとその出会ってやっていく流れっていう風なので、なんか北村さんがそのゆうせいちゃんとコラボしていくっていう風なのは、どんな感じでしたか？最初は緊張？緊張、でもお若いので、うんはい、そのジャズ界の圧迫感とかはなかった。あ、なるほどね。北村さんは、ご多分に漏れずジャズ界から圧迫感を感じるボーカリストの一人ですね。自分とは違う世界だなとは思う。いいです。正直言っちゃってください。僕はそのジャズ界で圧迫感を感じさせてるミュージシャンたちと戦っていく気ですから。まあはい、そうですね。ゆうせいちゃん若いから、うん、うん、そうですよね。で自分の持ってるものも資源もなく出してくれるから。そうですね。それがすごいな。素晴らしいですよね、うん、だから結構その今ポスネンはそのゆうせいちゃんの曲ですけど、うん、例えば他の曲とかで、うん、そのゆうせいちゃんの存在が関わってるとかいう風なのはあったりします？例えば、うん、この曲作った時にゆうせいちゃんに弾いてほしいとかもしくはその影響が入ってるとかアレンジとか仕上がりに。そうですね、その私もピアノをその間違いながらピアノで作るので、うん、はい、これをゆうせいさんに弾いてもらったらどうなるかなって思いながら、ね、なるほど。ライブ何回かしてますよね、はい、それでだからこうライブしていくうちに見えてきたものとかそんなのあるんですか？こう無駄に派手にならない、はい、そうですね、そこはいいなってやっぱ思ってます。なるほど。僕レコーディングしてたじゃないですか、ちょっとレコーディングの話になるんですけど、はい、だから僕も一緒に参加してるんですよ、うん、一緒に行ってるんですけど、そこで今のさっきあいいのかな、ドントシンクのコーナーで流したやつの話していいの、うん、あいいんじゃないですか、タマちゃんに聞いたら何でも受け入れてくれる優しいタマちゃん感想を開けて C メロに行くじゃないですか、うん、それで渋打ちでブーンズーンズーンって言ってるじゃないですか、うん、してサビに戻るのかな、 A かダラララララっていうようなメロディーの、うん、A メロか、ダラララララは、うん、A メロに戻るんですけど、それそのままその渋打ちのやつをねこうガーンとかいうに解決して A に入りますよってやるんじゃなくて、うん、そのままグーって入っていくんですよ、うん、あれす、あ新感覚、若い人の新感覚っていうふうにすげえ思ったんですよね。だからその無駄に盛り上げない、
ていうふうなのに多分つながると今の話は思うんですけど、あれとか聞くとね、あ、何すげえいいじゃんっていうふうに思うんですよ。あれ歌も気持ちいいんですか？そう、何の違和感もないんですね。いいっすな。はい。だから、そう、北村さんね、その、結構、今回だから録音は、同時にね、一発撮りの形っていうふうなことなんで、うん、ほぼその、後から、ボーカルを重ねるんじゃなくて、一緒にもう撮るんですよね。うん、だから、この一緒にやっていくその気持ちっていうふうなのが、うん、こう、すごく大事にしてると思うんですけど、だから多分、ゆうせいちゃんのそこら辺の気がね、合いまくっててね、とってもいいと思うんですけど、どうですか、高橋ゆうせい。いや、これから期待の星なんです。ゆうせいちゃん、こんなに話されてると思わないですよね。ね、撮ってよかったな。あ、いや、素晴らしい、本当に。だから、北村さん、なんか、今回はシンプルな編成じゃないですか。はい。はい、ピアノと2人が中心で、うん、1曲だけ、その、うん、何ですか、僕が入ったやつがありますけど、うん、はい、もっとなんか例えばコラボしていきたいとか、はい、いろんなこうミュージシャンとやってみたいとか、そういう風なのなんかあったりとかします？ストリングスの方とやりたいです。おお、ね、バイオリンとか？そうです。チェロとか？そう。おお、どういう風なんですか？バイオリンとか、うん、チェロとか。はい、バンド編成で。バンドまでは大きく、例えばさっきのポツネンとか、はい、ストリングス入ってもいいよね、途中から、わーって、もう僕ね、あれ言いたいんやけど、言っていいかな、どうぞ、もうあそこでナレーションしたいもん、あの曲流しながら、何のナレーション？生きる、それは出会い、みたいな感じでね、なぜか知らないけど、スタジオジブリが頭の中に流れながら、すごくナレーションしたくなるんだけど、それの時にこう、何？ストリングスのわーっていう風なのももちろん広がっても OK、 それはそれで一つの形になるんだろうなっていうのは確かに聞こえてきてましたね。そんな感じでいう、ピアノプラスストリングスとかそういう風なんですか？そうですね、憧れなんで。あ、ストリングスが、はい、オーケストラじゃなくて。そうですね、ちょっとそれ用に押したら北村さん曲書かないかんやないですか？はい。ちょっと止まってる。やっぱりでもバンド編成じゃないんですね。そうですね、分かんないんですよ、多分バンドのサウンドが、うん、どういうものか。なるほど。具体的に、はい、なので自分が聴いてきた音楽が、うん、やっぱりクラシックも含めてあるので、はい、アコースティックにちょっとこだわりたいかなと思います。あ、まあそうか、そうですよね、はい。あ、そう、いや、アコースティック確かに似合うしな、本当に、うん、ねえ、いい場所でまた北村さんに聞いてもらったら絶対面白いよね。本当ですよ。タマちゃん、この機会を利用してさ、うん、このタマちゃん、その一緒に北村さんとやってるけどさ、はい、この客観的に音をいろいろ聞いたり今できてるじゃない、アルバムの、うん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 、このなんかアルバムのことで聞きたいこととか、なんか質問とかそういう風なのあったりとかするの？あ、うん、まあ、アルバムそうなんですけど、北村さん自身の歌い方って、うん、なんかどういう風にこう出来上がってたんですか？その、うん、なんか誰にも、まあ、きっと誰かには影響されてるんだろうけど、うん、なんか本当にオリジナルな感じがして。そうよね、今のところだって、ドリカム と、ブラジル音楽っていうのでな、まず足してイコールにはちょっとなりにくいから。そして声楽を出てるっていう感じもすごく、なんかそうだね、声楽も出てたな。びっくりするし、はい、なんかどうし、そのこう歌を多分学んでいくと、うん、こう歌いたいっていうのが出てき、うん、くると思うんですよ、うん、そこっていうよりなんか自分と本当向き合って、うん、なんかこうちょっと待って、また怖いやん。本当だ。うん、うん、いいよ。そう、なんかそういう、うん、感じにすごく思えて、それってなんかどうやってんだろうって、うん、なんだろうね。その例えば声楽とかやってて、はい、オペラの曲をやらされるんだけど、うん、まあ、一応やるけど、はい、これにはなれないなって思うし、はいはい、うん、そこまでのめり込まなかった、はい、から、あ、これじゃないな。でも、うん、クラシックの歌い方はすごい好きなんですよね、はい、なんかおおらかな感じとか、もうそこでその言葉の入れ方とかはすごく学んで、うん、はい、
それを例えば J-POP とか歌おうとなった時に、うん、私ちょっときついんですよね、 J-POP って喉を締めるイメージがあるから、なるほど、自分はそれができなくて、うん、売れるような歌い方も全くできなくて、はい、でそれとこう相談しながら一番楽な歌い方っていう選択を取ってきました。あ、なるほどね。北村、ちなみに挫折っていうものがあるんですか？挫折、はい、自分と自分との挫折でもいいですか？いいですよ。どういうことかちょっと今のところまだ分かってないけど、まあ、それはその作曲できないっていう挫折です。あ、作曲の方ね。そっちで挫折は 4,5 回ありますけど。なるほど。歌ではできなかったら、まあ、合わなかったんだなっていうことにいつもしてます。あ、なるほど。そこのフィールドでどうとかじゃなくて、うん、あ、じゃあそれは私じゃないんだなっていうふうな感じで、うんうん、なんか積極的に何かを目指すっていうよりは、うん、こういろんな場所を経験していく中で、うん、その自分の歌がだんだんできていったのかなっていう風なイメージですか？そうですね。歌いたいって思うのが強いから、これ歌うにはどうしたらいいかなって練習。なるほど。ちょっとそこら辺の強い思いはどっから来たんですか？なんか一言で言えます？どっからそう、いつからとか。どこだろうね。自然です。自然と気づいたらってこと。もうなんかもう歌うために生まれてきた人じゃないの、たまちゃん。本当だ。本当その人の CD を作れてよかった。本当に皆様、2月1日ドローイング北村直子、はい、発売を楽しみにしてください。これは流通に大きく載せるわけじゃなくて。そうなんですよ、ね、うん、北村直子さんを検索してもらってっていう感じですよ ね。まあちょっとまた詳細は全あの北村さんのページとかで、はい、あの皆様、はい、聞いていただ見ていただけると思いますけれど、せっかくですので生演奏の方をね、今の話を聞いて北村さんの歌声っていう風なのを生でたまちゃんとコラボでやっていただきたいっていう風にも思うんですけれど、たまちゃん、はい、いいよね。この曲も CD に入ってるんですよね。はい、そうです。はい、タイトル教えてもらってよろしいですか？スペース&アイです。はい、これは作曲北村直子で、作詞も北村直子ですね、はい、ちょっと今回ね作詞の話はねちょっとまたあれだったけど、まあいいや、とにかくいろいろグダグダ喋らずにもう曲いこうね。いいですか、たまちゃん、用意できた？はい。北村さんも OK？ はい、はい、じゃあそしたら、北村直子のオリジナルで、スペース&アイ生演奏でお送りします。もしもこの青い空が地球だとして、宇宙から見たらこんな感じだろうか。軌道を駆け抜ける、粒を数えてる私たちに教えて、
音が止まった世界に現れたのはダイヤモンドダストすぐそこまで迫る球体狭い都会の空でも断れば睨んできたのにいつかはですよね、はい、2月1日ドローウィングの中には、はい、いや素晴らしい。皆様ぜひぜひですね、今日の北村直子さん、エンディングに入っていきますけど、お話こんなこと聞けたよみたいな感想ぜひ教えていただきたいと思います。そしてもう待ち遠しいアルバムが、はい、ぜひちょっと北村さん、はい、ガンガンにちゃんと宣伝してってくださいね。はい、もういろんな人に聞いてもらいたい本当に、はい。なんか最後ちょっとどうでしたかラジオ出演。私ラジオ大好きなんで。はい。とても光栄です。あら、こちらこそでございます。またぜひ来てほしいし、あとねちょっとさっき言いましたけど北村さんにはね、はい、歌詞のね作り方のお話とかをね、はい、ちょっといろいろお聞きしたいなっていうふうに思ってるんですよ。はいですので、ちょっとね、そういうのもね、たまちゃん、はい。あるといいんじゃないでございますか。また出てください。ちょっとまた個人的趣味で森田が盛り上がってますけど、大丈夫でございますか。嬉しい。北村さんとコーヒー飲むのすごい好きです。ああ、そう、また行こうね。あの、すげえうちの話をしてるこの人たち、そんな話はどうでもいいので、皆様ぜひ、今のようなご感想だったりとかを、メールの方に送っていただければと思います。メールのアドレスは、はい、t.happyradio@gmail.com t.happyradio@gmail.com t.happyradio@gmail でございます。北村さんが僕の顔を見て笑っております。本当に何だろう、表情がついてしまうんですよ、どうしても。なんか後ろに書いてるのかなと思ったら書いてないんですよ。書いてないんですよ。もうだから北村さん、僕もですね、自分の中の自分とお話ししながらもう今のメールアドレスを読んでたっていうふうなことですよね、たまちゃん。そういうことですね。いや嬉しい。やっぱり皆さん、前回はですね、西川さんっていう、西川千秋さんだね、はい、という衣装家の方来てもらったんですよ。そして今回っていう風なのは、ボーカル、シンガーソングライターの北村直子さんを、そして次回もですね、はい、シンガーソングライターの方に来ていただくんですよ。たまちゃん、ちょっとお名前教えてもらっていいですか。次回は石塚あゆ子さん。はい、ぜひそれでは皆様お楽しみくださいませ。坪井宏のハッピーラジオでした。ありがとうございました。ありがとうございました。